勢32名、16チームの熱きトーナメント。出身地の威信をかけた戦いが始まる。パチンコライター日本統一。1回戦、チーム関西一 VS チーム中国地方の戦いは、関西一が大きくリードする展開に。チーム関西一、9局目で300ゲームの上乗せに成功し、もはや余裕ムードすら漂う寺井一択。はい、なごみも見事ラッシュを追い込め、さらなる後押しを狙う。チーム中国地方、ヤングは見事北斗揃いを引き当てるが、無双転生チャンスでは無念の失敗。パチンコでラッシュに入れられず苦戦するガルゾーと共に、この後の動きに注目したい。バッコリにはもうちょっとあれか。テンポよくここで何連かしたいところではある。いいよくなった。オッケー。いや順調すぎる。あんまここでね、私当たり引けないんですよ。99分の1なんだよね、右打ち中は。よし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 。いや何発取りたいかとか目標言いたいところやけど、個人的にね、あんまフラグを立てるとしっかり回収しちゃうんですよ。私あんまり言いたくないけど、1万発は欲しいよね。何かしら違和感があれば。オッケー。あ、十分。あそこで2回当たったのはめちゃくちゃ嬉しいね。こっからは普通の、リーチ発展とかあるタイプになりますね。で、カスタマーデフォルトでやっていくんですが、赤系の演出が来ると大チャンスですが、もう赤系待ちになってます。で割としっかりした ST タイプなんで、ちゃんとリーチにも発展したり、演出バランスめちゃくちゃ好きなんですよね。やっぱ最近のライってもう大体底当たりじゃないですか。駆け抜けた時のあっけなさがちょっと悲しい気持ちになっちゃうんですが、ちょうどいいこのインデックス2。よかったよかったよかった。これは振り分け 20% である ST リセットですね。まあ、とりあえず99分の1は引いたってことになるんですけど、出玉なしのリセットになります。助かりました。うわーお願い、何か演出お、いいよ。いやー紫か、5点敗でテッラ。いやここも赤系欲しいんやけど、タイトル持ってるかも。デバブル来ました。オッケー、よしよし。これで5000発ぐらいは出るかな。でここで切ったら3000発になるけど、ならなかった。いやでも発展はしてくれる。ピアマがいい。アクアか。まあ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 。上から2番目です。いやチャンスは欲しい。
回ってないな。いやお願い、はい、やっぱね赤系がないと。ダメだった。ダメか、目標いかず。まあまあまあ6000発自分の投資分は一応まくってます。もうちょっと欲しかったっていうか3000発引きたかったですね。3000発あるとないとじゃ全然違うんで、とりあえず現金投資は抑えられたということで、じゃもうちょっと売っていきます。頼むぞ。84% やぞ。あーダメか、何も出てないね。おちょ待て、避けるパターンやろこれ。なわけねえな。ちょっともう頼んますよ。もうはい止まっとるね。お2連でまた殺すかんな。頼んますよかった。なんでこんなドキドキせんといけんのや。これや頼むぞ。これは絶対超えてほしい。これでほぼチャラン近いところまで持っていけるから。頼むよ青いの来いよ、青いのくぐれよ。よーし最高かよ。あ来た、またあれまたシャオちゃん来た。あれこれパネル消えてないよ。くる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 、シャオちゃんです。お無双転生チャンス来い。来ないのか。来なかった。あ来た、いいとこで来たんじゃないですかこれ。頼むぞ。ほらわー来た。お前か。リプレイ引け、リプレイ。あーリプレイじゃない、取れないかった。頼むぞ。あ、病弱な兄や。また青で、また青で。ダメだ。星なし。パンチで、パンチで、パンチで。おい、いい加減しろよ。食らっとるな。これ終わんじゃね。雲動け。ダメだダメだ。バララバーバーバー。これ来ない気がする。リンちゃん、おいボイスも普通でした。んだよー、はあ疲れたからもうタバコ吸いに行こう。そして出玉の状況を確認しよう。まだ出てる出てる出てる。意外こっち当たりなんじゃないのかな。タバコも我慢して頑張ってんのに。アイコス、これアイコスどこに入れたっけな。スモーキングルームに行かれましたけど、あのねシャオちゃん連れてきて、お無双転生チャンス行ったの。はい、2回連絡引いたのにさせんかった。おだてぶた、おだてぶたいいの、ちょい笛の台とか。でも何も分かんないですよ。
何も全然全然で多分あんだけの台数あってら1台はプラスの台打ち続けたプラスの台作ってあると思うんだよね。俺そっち行こうか台変わってもいいの。いやなんかそれもさっきちょっと考えてたっていうか、うん、いやで見てもらいながらやった、まあ、で俺がパチンコなんかまあなんかそのかスロットの A 台がもしあくまではそれもまあ戦術だとは思うんですよね、うん、そうしようか、まあ、分かってるヤングさんが打つ方、まあ、打つ方かって言うと変ですけど、うんうん、ちょっと俺小田手札探してみようか俺がパチンコで打つ、うん、そうしよう作戦変更やなんか本気で勝ちにいっとる感出るねこれ、まあおっさんが必死やでもはいというわけでパッスローでございます、まあ一応ね共有 OK ということなんでこのままあのヤングさんの打ってたのをそのまま引き継ぎますだから、602枚で、3000余ってるのかなでなんかお土産があるとかないとかあお土産がありましたとりあえずここからまあ持ち屋持ち屋ということで、念願のパッスルでございます。あーボタン止めるディール回すボタン止める楽しいのまあねこれに座ったからには仕事しないとね左から行きます。嘘でしょ800枚しょ怖いんですけどえなんか引いたんかなって怖いんですけどうん、うん、ただ様子見に来たよかった、うん、俺交代するからはいガルちゃんが北斗打つことしたあ俺パチンコで立ち回るから絶対そっちの方がいいと思いますなあ、はいうん、僕もそう思いますな、うん、なんでお前にそんなこと言われんといけないのあでもみんなそう思ってると思いますあ、はい、そうするわちょっといやついに向こうのチーム動きましたよガルゾーさんの北斗そしてヤングさんのパチンコ本領発揮じゃないですかこれ怖いよお互いねメインウェポンで戦ってるみたいな果たして寺井のモンキーに勝てるかなって言いたいところなんですけど今普通にちょっとだけ苦しんでます。なごみどうなってるんや今なごみよーいあの子がラッシュでもう軽く1万発出してくる V 振らした珍しいよし早いおいもう一度ハマると思ったびっくりしたなんか引いたんか思ったわ一瞬道口のメットで当たってるんで、まあ、ライバルモード道口は、まあ、いいシナリオ選ばれるどうかなおほんまにええぞ何やこれシナリオ8道口スペシャル以上よし、まあ、道口スペシャルであっても4セット目ぐらいまでは頑張れるし最初赤やから今のところ道口スペシャルか、まあ、愛知の巨人か、まあ、その上はまあないとしてうわーやったよしさあ持ってこい全速あんま見えへんやつや赤のチャンスこれは全速あるだろうせやんなよし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 大丈夫だろうはいでよいしょ今日ええ引きしてるわありがとう油断ならぬよ全速しょぼのせありますからねこれやったらもう直乗せでよかったやーんってのなんぼでもあるんでここでボートを持ってくるここでボート持ってきてそして3桁乗せ普段特に役立たないボートここ大活躍しますからうんうんあ白なんですかよし20今の嬉しいねうわ、熱っボートかうわ、ボートうぅ、50でもいいよ50でもいいよありがとうなんぼ
ジャスト役。今日すごくないですか。これでも俺まだ言われてるかな。おいみたいな、おいどうでもいいんだよお前の引きなんかみたいな。いやあるか、まあ、えっか金もらえたら100万取らんかったら落ち込んで終わりね。でも取るから、うん、これを毎試合やってったら絶対勝てる。よし、やっとバトル高確率いったわ。バトル高確率っていうか全部高確率になるんですよね。ここでレア役引くのがどんだけ大事かっていう話なんですけども、レア役を引かなくてもバトルに行くことも普通にありますよと。これ言ってくれてるかな。ガモ出てくるかな。いらっしゃい。うーん、もう一丁。よしよしよし、いいの入ったんじゃない。どうだ、2回子役引いたらガモは勝てんのよ。なんで結構勝てんねんけどな。くっそもったいないな。あー、ここは安心させてほしい。早めの段階で安心したい。頼む。あらー、うわー、びっくりした。ハプニングですよこれ。なんですか今の。あ、携帯か。もう嫌な予感するぞこれ。80%。 いいスタートやけど、えのきママがもうならなんとか 80% やし。大丈夫これ、せっかくのいいシナリオやねんけど。おーい、大ピンチ、もったいないぞ。 80% 一発落としはちょっと何でもあかんからね。モンキーと危ないじゃんねえ。ああ全然大丈夫さ。よしよしよし、まあ、見た目青ですけど中ちゃんと 80% です。よし大丈夫や。はい、何のチャンスアップもないですけども浜岡さんなら大丈夫と。あら、愛知の巨人や。もうこうなったら愛知の巨人しかないもんな。うーわー、巡ってきた。またしてもチャンスが、ちょっとガッて乗っけたらサマイでね、上位の AT 行くチャンスなんよね。継続率はできるだけ頼らず、よし、まあ、頼るんですけどちょいちょい頼りながら、あとは上乗せで頑張りたいなというところ。いや、よかった。あ、こっからは、はい、めっちゃお父さん出てくるし、全然乗せられへん。でも大丈夫、俺には 80% があるさ。こんなだけのための継続率大丈夫かな、大丈夫かな。これ道口不在、頼む。男性カットインでいい。やばい、普通にやばい。ピンチ、だいぶピンチ。いやー、これはほんま、あの北斗でいうと今豪昌派と一緒に走ってるみたいなもんですから、だいぶピンチですよ。いや、チャンスアップもない。案外復活しがち。頼む。
このチャンスは生かしたい。キャーキャー、まあでも 80% 4連とかか、そんなもんか。なんぼや今1500枚ね。いやじわじわいきましょうね。焦らす。これだよね、気になるのは。良さそうには見えたんです。ただ昨日良かった台がどれや。まあええか、とりあえずこれから様子見に行こう。まあ1000円は打ちます。とりあえず意外と入らん、落とし入りそうに見えて。頼む。あ、いった、いったよ、右3分の1、これイゲートちゃう、これ、あー、いけ、ちょ、あー、間に合う、うおーんだよ、バカ、欲しかったな、今。いった、頼む、3分の1、あー、ダメか、これダメだ、またダメだ、ほら、同じとこや、さっきと。バカもん、こんなヒリヒリした羽物打つのも久しぶりやで。あし、リプレイだ、もうリプレイか、3回目やぞ。頼む、今度こっちからです。超違うっちゅうに、ぐわー、今日もう発狂しそう。3分の1、3回外してます。なかなかでもさ、出玉バトル系でさ、跳ね物って渋ない。当たった、やっと当たりました。ラウンド頼むぞ。お前か、これダメじゃない。あ、でも10、あ、ビッグ、あ、よかったですね、これビッグだ、ビッグが多い。先発くれ、ビッグ。なんでお前そっちやねん、変われ。ダメか、5ラウンドでした。10欲しかったね、やっと当たりました。49回転、泣きめっちゃええと思うよこれ。まあトータルは打ち込みに対して何個焼くものに入ったかで決めるべきなんやろうけど、感触としてはかなりいいですよ。あれやっぱりおだてボタン売ってるやん。ヤングさんが羽物売ってて買った。いやでも結構守りに行ってるからちょっと移動しようかなと思ってます。じゃあもう私は今の持ち玉プラスでちょっとこんな感じで、寺井さんがそう、まあこのまま頑張る、設定も良さそうやから、はい、あ、そうですか。あ、おいおい、ニコチョン、リプレイ入った、当たっちゃえ。お、頼むぞ、これは言ったでしょう、ありがとうございます。これです、これです、ようやく当たりました。10ラウンドお願いします。2回目の当たり、信頼度あるからな。3やめろ、よかった。あ、10、やった、やりました。これプラスなんじゃない。でゲート通すじゃん、通したらブル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 ってなりますから。あー、よかった。さあ10ラウンド引き当て、これでこの台プラスやろ。これで跳ね物でプラス収支とかにして勝ったらめっちゃかっこええよな。パチンコ上手い人みたいやんな、存在感を放てますね。ちょっと休ませよう。ああ、バカ。腹立つ。これで跳ね物あるあるな、最後の最後の球が2着間入ったりすっかんな。よし、タバコ吸ってこよう。
はい、今日チェリーから取っときたいね。モード B にはいるんですけど、ちょっとしくじったら結構メダル使っちゃうんで。こんなにもペラ引けへん。なんか恩恵ちょうだい。やっと押し順頼む。あ、よかった、早い、よし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 、あ、いいぞ。168ゲーム、素晴らしいです。持ちメダルは約1250枚、本当に素晴らしい。通常時も上手、 AT も悪くない。で、激走中にいただいた、はい、20ゲーム持ってスタートと。まあ動画的にまだわかんないんで、一生懸命頑張りたいと思いますって言った方がいいんでしょうけど、さすがにもう大丈夫。ガルゾーさんもちょっと調子悪めで、はいはいはい、いいですね。変なチョコなシナリオも選ばれへんし、うん、こんなもん。メダルとかが、あ、初めて何もない感じ。ちょっとこの後不安やな。わわわわ、よっしゃ、当たった、よかった。ああ、10ラウンドです。ありがとうございます。弾増えた、よいしょ。はい、ゲート狙います。優秀、ありがとうございます。これの振り分けで負けることもよくあるから、銃が先行するのはええことですよ。これにしよう。17回大当たり2回おだて豚いきます。まねっこやな。2個3個横か、3個横に来ました。羽物おだて豚2、結構真剣な戦いで羽物を打つこと私なかったんで、これが吉と出るか凶と出るか分かんないんですが、そんな悪くはなさそう。オッケーオッケーオッケー。ああ、さあ3枚目、俺個人投資3万円さあついに1000宣言を迎えました。まあね、正直こういう展開で天井狙いに切り替えてってやって勝ったためしはね、ほとんどないんですよ。天井の前で当たって単発とかで終わったり、天井行っても伸びなかったり、それをなんとか覆したいと思っております。中断チェリー、完全に地獄でしょっていうとこからの中断チェリー、働きがちなやつ。ほら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 、ほんとマジでやめて。回避回避回避、これはじゃないんだよ。君、君、君。三、1145。どこ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 だ。61、
ちょっと今ここで差し入れでもらったリアルゴールドをですねちょっと飲んでちょっと気合を入れましょう。北斗揃いで焦点杯乾杯。しゃ気合入ったよ。もう何にも当たってないんだもんね俺。何にもっていうかまあこいつでは。バトル？いやいや、ね、何事だっていう。うん、そうなんです。七つの傷の男の前に1287ゲームですから。お、何にも落とさない。何にも落とさないやつ、俺初めて見た。素敵。素敵じゃねえけど全然。何にも落とさないやつ初めて見ましたよ私。はい、1295ボーナス確定だそうです。おら、まあよくよく考えたら私自力で引いてないんですけど、まあ、とりあえず天井北斗で、まあ、中途半端なオーラだけはやめていただきたい。緑以上青、とりあえずいきますよ。もうとにかくヤングさんに迷惑はかけたくない。チームメイトっつってももう先輩だから。次回のパチンコライター日本統一、ついにチーム中国地方が反撃開始。絶好調のチーム関西一にどこまで食らいつけるのか。振り分けが悪いとき、めっちゃ悪い。そして突如始まったおじいちゃんと孫の戦いの行方は。でかい、やっとるバイカーってなってきたな。チーム関西一 VS チーム中国地方後編、6月19日水曜日配信予定。